アセス・カーティスは、アメリカ海軍のカーティス級水上規模艦の1番艦。1940年4月20日に、ニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船公社において、H.S. ウィーラー夫人の立ち会いの下浸水し、1940年11月15日に S.P. ジンダー司令官の下就役した。アメリカ海軍初の特設艦艇ではない、初めから専用として建造された水上規模艦。この船は日本海軍の水上規模艦昭島と同じく、長距離哨戒を行う飛行艇部隊に整備、修理、補給、及び指揮施設を提供することを目的としていた。この艦は前線において、基地として運用することを意図していたため、10部装しており、水上機部隊を前方地域で数ヶ月間、運用し続けるために必要なすべての設備を備えていた。カーティスは、1941年の春まで、ノーフォーク及びカリブ海で訓練を行った。5月26日、彼女は、ハワイ、真珠湾へ向けて出発し、現地おいて警備船部隊と2つの哨戒爆撃飛行隊を担当した。10月15日から11月9日まで、カーティスは、ウェーク島の駐屯軍を補強するために、飛行機の乗員と貨物の輸送任務を行った。12月7日8時36分、真珠湾内において、日本海軍の小型潜水艦の雷撃を受けるが、魚雷は、外れ難を逃れる。その後、この潜水艦は、駆逐艦、モナハンによる体当たりと爆雷によって沈められた。その後カーティスは、日本海軍の艦載機部隊の攻撃により損傷を負い19名が死亡した。12月28日、カーティスは、サンディエゴにおいて修理を行い、損傷したクレーンを 20mm 対空砲と交換した。4日後に修理は完了し、1942年1月13日に真珠湾に戻り、6月までサモア、スバ、ヌメアの基地への兵士と補給品の輸送任務に就いた。1942年6月2日に真珠湾を出発したカーティスは、6月16日から8月4日まで、ヌメアで南太平洋海軍航空隊の旗艦を務め、水上規模艦の旗艦として、駆逐艦や水上機へ修理及び補給任務を務めた。ソロモン諸島では1943年7月9日まで、エスピリトサントにおいて作戦に従事した。サンフランシスコでのオーバーホール後、11月7日に、エリス諸島のフナフティに到着し、1943年12月29日まで、フナフティを拠点とし、その後タラワ、クエゼリン、エニウェトク、サイパン、グアムの順に各地を転戦。カーティスは、サンフランシスコでの修理の後、1945年5月22日に、第1航空艦隊の旗艦として、沖縄へ出航。6月21日、日本の特別攻撃隊の体当たり攻撃を受け損傷。乗組員のうち35人が死亡、21人が負傷した。応急処置に成功したため、4日後にはマーレ島海軍工廠へ向かった。西太平洋の艦隊に再び加わったカーティスは、1945年12月5日に沖縄で第1航空艦隊に加わった。1946年5月から1947年6月まで、カーティスはウィンフィールド、スコット・カニンガム船長が指揮していた。1947年3月8日までに台湾海峡の哨戒艦隊と共に艦隊演習に参加のほか、周辺基地への人員や物資の輸送任務を行い、また中国の青島に何度か訪問した。その後原子力委員会の化学機器の輸送のために西海岸へ戻った。1948年、カーティスはサンドストーン作戦のためにいくつかの核兵器を搭載してエニウェトクに到着した。その後、アラスカ周辺海域での訓練に従事する前に西海岸に戻り、1949年初頭にサンフランシスコに帰還した。カーティスは1949年初頭までアラスカ海域で水陸両用作戦を3週間行い、指揮官として第1艦隊の旗艦を務めた。カーティスは1949年の夏の間、シアトル沖で水陸両用演習を行っていた間、この演習の機関を務めた。朝鮮戦争の発生直後カーティスは、サンディエゴから出港し、1950年7月に韓国海峡でのパトロールに参加し、岩国と呉を拠点に、2つのマーティン PBM マリナー飛行隊とイギリス軍のショートサンダーランドの飛行隊を支援した。1951年1月14日にカーティスはサンフランシスコに戻り、科学的研究の拠点として使用できるよう変更を加えた。2月23日から6月13日までカーティスはグリーンハウス作戦の機関となり、エニウェトクでの各実験において民間人及び軍の技術者の拠点となった。カーティスはまた気象情報を提供し、小型ボートの拠点として運用された。カーティスは1952年9月29日までサンディエゴで作戦に従事し、最初の水素爆弾が爆発した IB 作戦の核実験中、再び機関としてエニウェトクにおいて任務に就いた。12月4日にサンディエゴに戻り、カーティスは西海岸をクルーズし、1953年にメキシコのアカプルコを訪れた。1954年1月10日から5月28日まで、中部太平洋でキャッスル作戦に参加した。1954年11月から12月にヘリコプターデッキを装備したカーティスは、1955年3月にカリフォルニア沿岸で大規模な水陸両用演習に従事した。1956年3月21日から8月8日までエニウェトクにおいてレッドウィング作戦に参加した。その間、海軍副長官が視察に訪れた。カーティスは南極越冬隊の隊員と国際地球観測年プログラムに参加する科学者を乗せて1956年12月27日にディープフリーズ2作戦のためにサンディエゴを出発した。1957年1月12日から15日までニュージーランドのポートリトルトンを訪問し、1月19日に南極マクマード湾に入り、ヘリコプターで砕氷船グレーシャーに貨物を輸送した。1月21日から28日まで、標本に人員と貨物を揚陸し、1月30日から2月6日まで、これらの作戦をリトルアメリカで継続した。カーティスは、大熊湾とスルツバーガー湾に氷上偵察を行った後、2月10日にマクマード湾を出発した。カーティスは、ポートリトルトンとニュージーランドのオークランド、オーストラリアのシドニーを訪れ、3月25日にサンディエゴに戻って流氷による損傷の修理を受けた。カーティスは1957年9月24日に予備役になった。カーティスは1963年7月1日に海軍船舶登録部から除籍され、1972年2月に解体のために売却された。フォード、ロジャー・ザ・エンサイクロペディア・オブ・シップス、ピコグラム370、アンバー・ブックス、ロンドン、ISBN 978-1-905,704-43-9、フォード、ロジャー・ザ・エンサイクロペディア・オブ・シップス、ピコグラム370、アンバー・ブックス、ロンドン、ISBN 978-1-905,704-43-9マッキンタイア、ドナルド、キャプテン RN、シップボーン・レーダー、ユナイテッド・ステーツ・ネーバル・インスティチュート・プロシーディングス、ワールド・エアクラフト・キャリアーズ・リスト、USC プレイン・テンダース、ヘビー・テンダース。ありがとうございます。